どうもこんにちは、くばすです。今回はですね、語源ベースのおすすめでございます。ツイッターの質問箱で語源ベースってどんな感じですかっていう質問が来たので、ちょっと動画で説明したいかなと思います。まずですね、語源ベースどんなものかと言いますと、こんな感じでですね、普通の4弦、ベースって普通弦が4本じゃないですか。それに1本弦が増えておりまして、低い方、こういう低い音程の方に弦が1本増えてます。で、これ、この弦が1本増えることによって、音楽性とか演奏性がすごく向上したり、バンドサウンドの中でレンジが広くなったり、幅広い、音域を扱えるようになったりといいところがすごくあるんですね。で、そんな語源ベースなんですけども、ちょっと今回はですね、ビギナーさんとかですね、ちょっと語源ベース、使ってみたいけど実際どんな感じなのと思っている人に向けて、ちょっとですね、語源ベースおすすめしたいかなと思います。はい。で、実際ですね、語源ベースどのぐらい、音域が増えたのと言いますと、普通の4弦ベースが、ここが、いわゆる4弦ベースですね。で、一番、4弦の低い音程、これですね、4弦の開放弦、ミの音、E ですね。はい、ここから語源ってどのくらい音域が下の方に下がったかというと、ここから、5フレット、ここが4弦開放と同じ音ですね。で、ここから1、2、3、4、5半音、音域が増えたっていうことになります。5半音というと大して増えてないような感じがしますよね。はい、こんな感じです。はい。で、この5半音、たった5半音なんですけども、これがですね、増えることによって、バンドとかでですね、かなり使えるんですよね。まずどういう時に使えるかというと、ラウドなジャンルですよね。ミクスチャーロックとかそういう類で、こういう D の音とか、こういうようなこうずっしりくるようなジャンルですよね。はい、これがいわゆるここ D の音なんですけども、普通の4弦ベースでいくと、この3弦、5フレット、ここの D のここになりますね。なので結構なんか音程的に高いじゃないですか、ここ。はい、でこれが、はい、こういうふうに D の音程低いところが使えるっていう感じですね。であと、結構使いどころとしては E フラットの音、これ4弦開放から半音1個低い音程なんですけども、例えばこういうような、みたいなフレーズ、 F、 B フラット、 E フラット、はい、 B フラットもやっぱ音程的にはすごく高いんですよ。この普通の4弦ベースでいくと、ここですね。これが5弦ベースだと、はい、こういう風にオクターブ下に行けるんですよね。で、こういう風に弾くと、このベースらしいこのずっしり感っていうのが保ってるんですよね。これが5弦ベースのすごくいいところです。みたいなのが、はい。はい、この違いですよね。と、はい、こういうふうな感じで、このちょっとしたね、この音程の1オクターブ下が使えることによって、一気にこのベースらしい感じっていうのを保ったまま、弾けるって感じですね。こういうので、こうバンドのこうレンジ感っていうやつですよね。例えばすごい歌がハイトーンで出ている、ギターソロとかすごいね、こう高い音程で弾いてるって時に、ベースが下の方ずっしり弾くっていうようなことができるんですね。これが5弦ベースのすごくいいところです。はいはい。で、5弦ベースのもう一ついいところとしては、運指がね、すごく楽になります。例えばですけども、普通4弦ベースでこの1フレットの方って結構弾くの大変じゃないですか。例えばこんなフレーズみたいなフレーズがあったとして、これって1フレットの方でこううねうねやると結構ね、左手が大変なんですよ。た時にこの5弦ベースの6フレット、この4弦1フレットと同じ音程と同じ音程なので、はい、こういう風にしてあげることによって結構運指が楽になります。なのでこの5フレット以降はこの4弦以降にもある音程ではあるんですけども、ここを使うことによってすごく運指が楽になります。はい、こんな感じで5弦のいいところをちょっと説明してみました。ここからですね、ちょっと5弦のデメリットを説明したいと思います。一番のデメリットは、なんといってもミュートが難しくなるっていうところですね。特にスラップとかするとこう、行った時に5弦の音が鳴っちゃうんですよ、普通にやると。
ってなっちゃうんですよね。なので語源をすごく気をつけつつってやんなきゃいけないんですよ、はい、でこれがやっぱね4弦だとすごく楽になります。まあ、4弦に持ち替えますとはい、まあ、ここに1本ないだけで随分ね楽になります。持ち替えるとねすごい分かります。かなり楽になります。はい、やっぱスラップやるときでかいですよね。であと4弦ではこの親指、左手の親指が使います。こういうふうに親指が使います。まあ普通に2フィンガーとかでもこれ親指が使えますよね。これが4弦ではできるんですけども、5弦だとやっぱり一気に難しくなっちゃいますよね。はい、であとですね、もう一つデメリットを言うとですね、いい5弦ベースってなかなかないんですよ。特に安価なベース、安い5弦ベースってね、大体この5弦の鳴りがすごく良くないんですよね。これがねやっぱねすごい5弦選び難しいところで、ピックアップがすごい出力高くていかにもいい音してそうなんですけど、5弦の音がねバンドに混じると全然聞こえないとか、倍音が多すぎて使えないとかね、そういうベースがとても多いんですね。例えば同じ値段で4弦ベースと5弦ベースだったら、絶対ね同じ値段だったら4弦の方がクオリティ高いですから、まあこうざっくり、誤解を恐れず言うとそういうもんなんですよ。なのでやっぱりね、こういい5弦ベースってなかなかないっていうのがね、ちょっとデメリットではあると思います。特にねビギナーさんとかね、これが5弦ベース使ってみたいなって思う人は、ちょっとそういうとこ気をつけるポイントかなと思います。はい、あとですね、よく言われるのが、この5弦を弾いちゃうと慣れちゃうと、もう4弦が弾けなくなっちゃうとか、4弦に慣れてると5弦が難しいとか、そういう弾けないとかね、そういう話あるんですけども、もうね5分もすれば、5分は言い過ぎかもしれないですけど、30分ですね、30分練習すればね、5弦も4弦もどっちも弾けるようになりますので、例えばもう5弦弾いちゃったから4弦には戻れねえぜみたいな風に思ってる人はですね、30分4弦弾けばね、すぐ慣れるんですよ。人間のね、この適応力すげえなって思うぐらいすぐ弾けるようになるんで、もう5弦になれちゃったら一生5弦を弾き続けなきゃいけないとか、もしそういう風な心配をしている人がいたらですね、それは全然心配しないで、気軽な気持ちで5弦ベース弾いていただければなと思います。はい、というわけで、まあ、ざっくりですけどもね、5弦ベースっていうのをおすすめしてみました。まあ普通に音域が広まったり運指が楽になったり、まあミュートはちょっと大変になっちゃうかもしれないんですけども、普通にね、ねこうプレイアビリティとしてやっぱ高くなったりするもん。はい、というわけでざっくりですけども、まあ、5弦ベースおすすめしてみました。普通にね、なんか弦が1本増えることによって、やっぱ音域が増えるので、やっぱ面白くなりますね。こうラウドなジャンルとかやるのも気持ちいいですし、ね、こう重点音を弾くのやっぱ楽しいですよね。はい、なので、まあ、もし5弦ベース興味あるよっていう人いたらですね、気軽な気持ちでチャレンジしていただければ、まあ弦が1本増えるぐらい大したことないんで、軽い気持ちでですね、トライしていただければなと思います。まあ、ちなみに僕は一番最初に買ったベースはね、5弦ベースだったんですよ。でその時に、5弦ベースで一番初めから、最初始めて、なんか困ったかって言うと大して困ったことないんですよね。なのでそんなにね身構える必要なくですね、5弦ベースチャレンジしていただければなと思います。まあ、ただやっぱね、安価なモデルでいい5弦というのはなかなかないので、そこはちょっと注意して選んでいただければなと思います。はい、というわけで今回もですね、また面白いなと思っていただけましたら、各 SNS でシェアとかしていただけますと幸いです。まあ、あと Twitter で質問箱で質問答えてますので、よろしければ Twitter の方も覗いていただければなと思います。また面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録していただけますと幸いです。というわけで今回はこんな感じです。それでは。